黄、赤、青、白がセットになったカラー粘土を使ってパステルカラーの粘土を作ってください。白は余分に買っておくといいです。パステルカラーの粘土を細長く伸ばします。これをクッキングシートに挟んで軽く押して伸ばします。厚さは5ミリぐらいです。これをクッキー型で抜きますが、丸い方を使ってください。細長くしたのは2個抜くためです。もう1個抜きましょう。上になる部分を指で軽く押さえて角を取ります。今度は白い粘土です。これも同じように5ミリぐらいの厚さに伸ばしたら、クッキー型で型抜きします。これがクリームになります。クリームが少しはみ出すように軽く押さえて大きめにしてください。白い粘土の上にパステルカラーの粘土を重ねて少し周りがはみ出すようにしてください。このまま軽く押さえたらひっくり返します。そしてクリップの輪っかが外に出るようにして真ん中をギュッと押さえながらつけます。これが紐通しになります。しっかり押さえて抜けないようにしてください。クリップが外に見える部分は少しだけ白い粘土を足しましょう。上からもう一つのパステルカラーの粘土を重ねて軽く押さえて形を整えれば、紐通しのついたカラー粘土マカロンの出来上がりです。クリップを通す向きを変えることでペンダントトップのようにも使えます。いろいろな色で作ってみてください。カラー粘土で作ったマカロンに飾り付けをしてみました。粘土は卵パックに入れておくと色移りしません。白で生クリームのようにしておいたら、葉っぱをつけて赤いイチゴをのせます。イチゴのつぶつぶは爪楊枝を刺してつけてください。今度は動物を作っていきます。粘土が乾いてきてくっつきにくいときには水か水のりをつけてください。もう何かわかりますね。赤い粘土を指先で細く細く伸ばしています。それをハサミで切って口にしました。次は茶色の粘土です。粘土をこすりつけるようにして耳を作ったら、そこに顔を貼ります。白い粘土をつけたら、鼻をつけて口は後からマジックで描いています。型抜きで作る方法もあります。ストローで抜くこともできます。この場合ふっと息を吹きかけると中から出てきます。目は細いストローで作っています。爪楊枝で細かい作業をしてください。次は肌色の粘土です。もう何かお分かりですね。
鼻の穴を開けたら、豚さんの出来上がりです。いちごですね。りんごもできます。これはラメの海苔で仕上げています。虎猫、うさぎ、他にもいろいろなものが作れそうです。いろいろ工夫をして楽しんでみてください。